はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回は提督の決断法パープギット、棒の岬沖海戦からの逆転劇、日本軍プレー続きやっていきましょうということになります。で、今回からですね、マラッカ海峡の攻略に向けて、作戦をね行っていかなければならないということになっているんですが、実際のところはですね、防戦一方、今確保しているこの日本近海、そして沖縄沖、そして南シナ海、マレー沖、この4つの海域をとにかく守るというのをね、最優先にやっていきたいというふうに思っています。で、まずですね、この日本近海に敵艦隊が攻め寄せてくるのは出場というところなので、ですね、まずは南シナ海攻略したこの第15艦隊ですね、潜水艦隊ですが、これを、日本近海へ戻します。一周で戻ってこれます。で、この第3艦隊に関して言うと、今ドック入りしているのでこのまま待機で、第2艦隊の方なんですが、こちらの艦隊もですね、一度日本近海に戻します。ちょっと石油使うんですが、で、第3艦隊の方に入っている空母に乗っている艦載機、これは全部下ろしましょう。もうこういうところもね、ケチケチやっていかないといけないぐらい、実は今本当に追い込まれているという状態なので、これ全部下ろします。交渉の方からも艦載機は全部下ろします。全部下ろして日本近海やってくる連合軍を迎え撃つために使いましょう。で、第2艦隊の方にね、乗せていくんですが、まず、この第3艦隊からは提督も乗せます。提督も外しますですね。提督も外していきましょう。まずは三河さんも外して、全員ね外していきましょう。で、日本近海で戦闘に入るその艦隊に提督を全部乗せていきます。第15艦隊はさっきお話した通り日本近海に戻ります。で、第2艦隊の方の劉邦、ここに、そしたら早速人を乗せましょう。航空レベルが割と高い人をここは軽空母に乗せてあげたいので、そうすると乗しませんかな、乗せましょう。で、さらに艦載機補充をしていきます。ここはね、攻撃機にその数を費やしていきましょう。なんといっても敵は大艦隊でやってくるので、その艦隊を跳ね返さなきゃいけないので、ここはとにかく攻撃機にその艦載機の比重を割いていきます。で、第3艦隊から駆逐艦を3隻引き抜きましょう。第2艦隊の方にこんだけ手厚くしてなんとか守り切ろうという作戦ですね。とにかく空母がね沈まないように頑張ります。で、第15艦隊こちらの方とこの空母の第2艦隊を日本近海に戻して、そこで迎え撃つという作戦になります。一方ですね、日本近海の方なんですが、今この潜水艦隊入っていますので、この潜水艦隊にですね、とにかく提督を乗せて提督に頑張ってもらう。潜水レベルが低かろうが高かろうが、とにかく潜水艦乗りになってもらって、ここは本土防衛のために尽力死力を尽くしてもらいましょう。やっぱり提督乗ってる乗ってないでだいぶね変わってくると思うので、ここは提督を乗せてちょっとでもねあがいていきましょう。特にね、
雷撃戦とかになると、潜水艦とはいえ、魚雷が当たれば敵をね、沈める一発の破壊力がありますからね。じゃあ、ここからですね、物資援助で、まずは、石油を1000ほど、どうせ動かす艦隊もないので、プレゼントして、兵器開発の方はそうだな、航空機の開発入れたいけどちょっとお金がないので、ここは技術開発ですね。薄く入れておきましょう。この後、戦い抜くという覚悟を持ってお金を投入します。で、あとはですね、お金がちょっとあるものの鉄が全くないという状況なので、アルミをね、使って、ここは一旦、航空機を作っていきましょう。そうするとですね、まあ、流星を作っておくのが無難かな。流星を13機作りましょう。で、この後、さらになんですが、日本近海の航空機の配備、これを見直します。さらに増やそうということですね。まず直縁の数をだいぶ増やして、これで敵の攻撃をなんとかしのごうというところですね。とにかく今ね、数が欲しいので、数を稼ぎます。ここは、レップを乗せて、代わりに直縁に、冷戦の52型を入れましょう。あとは、この辺りだよね。全く攻撃機の数が足りてない。艦上攻撃機、流星か。電山、流星。ちょっと悩ましいね。もう一つの第二飛行場もちょっと見ましょうか。96の立行か。ってことは96の立行を一旦、流星に全部変えましょう。これで、代わりにこちらに、一式の立行。いやー、96の立行になっちゃうんだな。となると、航空機の数はやっぱり足りないですね。しょうがない。ここは、今いる数で、勝負するしかないですね。本当は攻撃機の数がもうちょっと欲しかったかなっていうのがね、正直なところなんですが、攻撃機間に合えば、流星を、じゃあ追加で配備していきましょう。では、これで時間を進めます。次のターンで来ないでくれ。このターンでは来ないでくれたの。ね。よし。これで、航空機の配備をさらに増強できる。ん？まだ出来上がっていない？ちょっと待ってね。何が足りてないんだ？もう一度確認しよう。アルミ、鉄。鉄がちょっと増えてるね。で、今、こちらの艦隊。ヤマトも一度日本近海に戻そう。で、こっからがポイントだな。まずは、提督も乗せたし大丈夫だし、艦載機だな。で、あとは、ここ。何を補充できる？艦上攻撃機、天山。天山。艦上攻撃機、天山。ちょっと待ってね。そうすると、9号式の推定とか、この辺をもう、廃棄していくというのもありだな。ちょっと確認していきましょうか。航空機で言うと、もう古いタイプのもの、21とか、この辺は全部廃棄。で、32ももう廃棄しよう。
で、22も廃棄。で、52は残すでしょ。レップもまあ残して、ライデンも残して、錦の水仙もこれも廃棄。強風、救急の干ばく、水星、観光、天山、流星、九六式の立候ももう、やめよう。で、一式の立候は残したいし、銀河も欲しい。偵察機ですね、あと。もう古いタイプの偵察機は全部捨てていこう。霊式の推定も廃棄。よし、これで生産ができる。じゃあ何を生産するっていうと、ここは感情攻撃流星、これを25機。いや、25機とはいえ欲しいよ、欲しい。これでお金が全くなくなりましたね。さあ来るなら来い。来ない。よし。来なければ来ないほど、我々が戦力を整えるその時間が増えるのでありがたいですね。鉄もお金もちょっと増えてきたので、まずは今回は、そしたら艦隊を作るためにちょっとお金はかかるんですが、一番期待している高速巡洋艦、これを一隻まず作りましょう。高速巡洋艦、名前何にするかな。高順にする。まず高順、識別がわかるように、高速、巡洋の、まあちょっと面白みがないけど、1とかにしますか。いつも55番の名前とかつけてたと思うんですが、高速巡洋の1という形にしましょう。6週間か。結構かかりますねっていう感じだな。あと潜水艦の数、特攻型の潜水艦。これもちょっと今作れる余裕がないね。しょうがない。諦めましょう。で、輸送船を1個作っときます。で、その輸送船を南シナに配備します。で、守りですが、沖縄に今誰もいないっていうのがちょっと不安だな。マレー、ここには一応、防御用の艦隊はいるっちゃいるからね。南シナ海にも航空機用意してあげたいしな。そしたらまず第一艦隊と第二艦隊をガッチャンコしましょう。いずれにしてもね、出せないので、数が。これで、かけてみる？もしこれで沖縄が取られたらかなり手痛いんですが、かけてみよう。日本近海に来い。よし、これで敵艦隊を撃滅する。もちろん大和を機関とする第一艦隊、さらに第15艦隊、第16艦隊の両潜水艦隊を投入します。これは本当に勝ちたい。勝たしてくれ。まず第一艦隊は基本的には戦力温存したいので、マップ左側、基本的にはここで洋上待機で、第15艦隊は真ん中で、第16艦隊、これ主力となっている 潜水艦隊が主力っていうのもちょっとねあれなんですけども、まあ第16艦隊はここに置きましょう。一旦委任しちゃいましょう。本当はね、自分で動かした方が明らかにいいんですが、自分で動かすのはこっちの艦隊を自分で動かします。
敵を早く発見してくれ。もう敵の艦爆じゃない、攻撃機が飛んできてるね。もう半分削られてるよ。直縁の数増やしたとはいえな、この低たらくが。偵察機は飛んでるのか。敵が発見できていない。一方的に攻撃を受けるぞ。偵察機は何やってるんだ。どこに発見した？どこに発見したんだ。遠いなぁ。雨かぁ。なんとも言えないな、このタイミングでの雨。味方の潜水艦隊が殺到してくれれば勝機はある。さあ、そしたら一旦潜水艦隊の指揮を自分で取りましょう。ほら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 、無駄玉使うな。無駄玉を使ってしまった。なんて無駄なことを。敵の空母めがけて、なんとか魚雷を当ててってほしい。見ている。おっと、いつの間にか止んでるな。なんか出だしは微妙だな。非常に出だしが微妙。空母をできるだけ数仕留めたいよね。潜水艦の数がだいぶ削られてきてるな。もう弾切れか、味方の潜水艦は。さあ、味方の空母艦隊の方も組織していきましょう。ちょっと距離的に届かないのかな。虎の子の空母艦隊。味方は何をしている。航空隊発艦。ちゃんと当ててきてくれよ。偵察機に発見されるな。
さあ敵の空母を仕留めていけ、空母。一個の飛行場が大破してるね。さあ、洋上退避だ。急いで退避だ。発見される前に退避。敵の空母にとどめを刺していこう。航空隊発艦。潜水艦隊がやられたけど、敵の空母をねしっかり仕留めておけばしばらくはね安心ですからね。距離さえ詰められなければしっかり削れる。そのためにも敵の空母を仕留めましょう。よし、空母を仕留めている。そしたら夜になるので味方の艦隊は急いで退避しましょう。了解。これでまた一から索敵のやり直しだからね、味方はね。一日目は、まあ、痛み分けかな。潜水艦隊は全滅しましたが、二つの飛行場が残っていると。ここで雨が降ってくれるとね、本当に助かるんですけど。敵に発見されたか？早めに魚雷を発射しておきましょう。敵に取りつかれると危険だ。魚雷で仕留める。取りつかれるぞ。空母がやられないように気をつけよう。ちょっと今艦列が後ろから追われてる感じになっちゃってるで、なかなか魚雷が当たらないところになっちゃってますね。ここは方向を変えましょう。向きを変えて敵を仕留める。そして味方の基地の方へと逃げましょう。高速で反転して逃げる。駆逐艦が一隻やられた。これは従順か。思ったより硬そうだな。魚雷で仕留めましょう。もう一隻やられたね。位置的に微妙なのでヤマトの手法で狙いましょう。続々と敵艦がやってくるな。
ここは撤退だ。撤退します。空母がやられるわけにはいかないので撤退しましょう。その代わり駆逐艦2隻だけ残します。了解。いやー、こっからもう逃げだな。空母が被弾する前に逃げ切ってくれ。よし、逃げ切ったね。あとは駆逐艦が逃げの体勢に入るだけだ。逃げよう、駆逐艦。闇夜に紛れて逃げ切りましょう。ただ、このまま逃げてもしょうがないので、一隻は上に退避。緊急旋回して退避。もう一隻はこのまま行きましょう。了解。とにかく敵を引きつけるのが目的ですからね。撃て。いやー、見てるよ。頑張ってね。駆逐艦一隻がおとりになってくれている間に、なんとかもう一隻の駆逐艦を握ろう。よし、逃げ切り体制に入れそうだね。偵察機に発見されなければ逃げ切れそうですね。さあ、あとは偵察機を飛ばしていきます。了解。了解。あそこで空母がね、夜取り憑かれなければもうちょっと敵艦隊ダメージ損傷与えられたんじゃないかなっていう感じはするんで、そこが残念だったなっていうのと、まあ、いよいよ潜水艦隊が壊滅したので、まあ、どうしようかなっていうところですね。まあ、敵の偵察機に発見されちゃったか。しょうがない。方向変えよう。
潜水艦隊が壊滅したものの、なんとか日本本土が今回蹂躙されるというのは防げましたね。確認していきましょう。まずは、味方の方ですが潜水艦隊、壊滅、これ本当に痛い。あとは駆逐艦4隻が沈んでます。アメリカ軍の方は正規空母撃沈しているのが、まあ、何隻か、あとは、まあ、相当数ダメージを与えたというところで、最後に残っていたのは、おそらくアメリカ軍の第4艦隊が残ってたんでしょうね。これでしばらくアメリカ軍が日本本土にやってくることがないというのをちょっと祈りましょう。ただ、2、3、4と来ていて、第1艦隊がじゃあどこにいるんだとかね、いろいろあるので、そのあたりはね、もうちょっとしっかり戦力を急いで、立て直していきたいというふうに思います。はい。では、今回はここまでにさせていただきます。あとはもうちょっと最悪ね、このマレー沖を放棄して、南シナ海、沖縄、日本近海、ここの守りにね、重点を置かざるを得ないのかなという気もちょっとしますね。はい。いずれにしてもね、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回この続きをやっていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。